今から1月12日に葵のネットチェキを買ってくれた人の名前を呼んできていいと思います。まずりょうまくん、ありがとうございます。この日何枚やったっけ、3枚買ってくれててありがとうございます。本当にびっくりしましたね、どんなチェキやったかな、ちょっと忘れちゃったから見ます。なんか1枚目はあの端っこにお花描いてるやつで、2枚目があのハート描いてるやつで、まあ、3枚目はお楽しみですちょっとね、3枚あの届くの楽しみに待っててください。ありがとうございます。はい、そして次行きます。パソ君ありがとうございます。パソ君2枚買ってくれてありがとうございます。1枚目はお花のやつで、2枚目がなんかあの大正ロマンって調べて頑張って書いたやつなんで、楽しみに待ってもらえたら嬉しいなと思います。いつも買ってくれてありがとうございます。楽しみにしててください。ありがとう。はい、そして次いきます。もときありがとうございます。どうですか、なんかこの時頑張って自分であのヘアアレンジをしたんですよ、珍しくそういつもねリンリンにね助けてもらいながらやってるんですけど、この日はちょっとね自分で頑張ってやってみたんで、髪の毛を見てみてくださいありがとうございます。はい、そして次行きます。ユッキーありがとうございます。どうですか、めちゃくちゃ真オレンジやったんですけどなんか結構オレンジってパステルとか少ないイメージで、割と服とかもか結構オレンジやったらがっつりオレンジみたいなのが多くて、このドレスもまあまあオレンジやったんですけど、ちょっとねあのいい感じになれてたらいいなって思ってますまた感想聞かせてください。ありがとうございます。はい、そして次行きます。ひろちゃんありがとうございます。なんか1月3日だっけ、なんかきっと前より可愛いはずみたいな、そうやつでちょっと頑張ってみました前とまたそう髪型が違うから全然あの雰囲気も違うかなと思います。なんか前はここでお団子を作ってるやつやったんですけど、今回あの三つ編みと二つくくりの間みたいな感じの髪型にしてみたんで、それも楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、そして次いきます。梅間さんありがとうございます。正直ね買ってくれてありがとうございます。本当に1月やからこそのコスプレやなってめちゃくちゃ思いながら、そうなんか和な感じやからそう思ってたんですけど、またこれも届くの楽しみに待っててください。ありがとうございます。はい、以上で葵のネットチェック買ってくれた人ありがとうございました。ネクストドゥー。